ぱりエメルソン、あるいは、まあ、全体の攻撃ですね、スピードですね、これはすごく見せてもらったと思うんですよ。ですから本当に素晴らしい攻撃に本当に素晴らしい守備、これもう見応えありましたね、ゴール前は。しかし蹴る側としては祈りを込めて、ゴールに祈りを込めて、白い枠の向こうに蹴るだけ、ネットを揺するだけ。守る側キーパー2人、レッズ山岸、 FC 東京土井、どちらもこれまで鍛え上げた己を信じて、己の魂と肉体を信じて、ひたすらボールを止めるだけ。本当に平坦な道のりではありません。 2004J リーグ山崎ナビスコカップファイナル、 PK 戦に突入です。さあ先攻め FC 東京、まずは新外国人選手ルーカス、守るキーパー山岸、そしてグラウンドコートを脱いで、ハーフウェイラインからゆっくりとペナルティースポットに歩んでいくのは、後攻め浦和レッズ、トゥーリオです。まず今のキック、スローでご覧いただきます。山岸読んでましたけどもね、いいね、読み当たってましたね。好セーブ連発の土井陽一がボールを守ります、FC東京。これあと後ろの背景というのもありますよね、これどっちで蹴るかというのも、これだけの多くのサポーターがお互いにいますからね。トゥーリオがゴールを狙う、その向こうには FC 東京のサポーターが陣取っています。しかし後ろからは大勢のレッズサポーターがトゥーリオの背中を後押し、さあ後詰めレッズ、1番手トゥーリオ、熱い魂を持つ男、そのキックの行方は、ついてましたね、よく待てましたね、キーパーが動き出すまでね、怖いですよね、こうちょっとスピードを緩めてね、タイミング外すと、なってしまうからなんですけどね。その瞬間、天を仰いだエンゲルスコーチ、そしてガッツポーズ、ギドブックバルタ監督です。名コンビです、レッズベンチ。さあそしてFC 東京2番手が馬場雄太、一概に言えないですけど、短い助走というのはわりかし合ってしまう時があるんですよね。決めました、落ち着いてましたね、今完全に逆取りましたね。今自信を持って馬場ね、若い選手なのに落ち着いてですね、今ね、本当に蹴る前からなんかすごく自信を感じましたよね、制裁を書くような時期もあったんですが、この大一番に向けて何か楽しさを取り戻したような、はい、そんな風に見えてます。さあレッズの2番手はやはりこちらの若いプレーヤー、長距離ですから2番手は本当に仲のいい2人なんだそうです。長谷部がレッズ2番手登場です。国立は後攻め先攻めの順番に、右が揺れ左が揺れ、今度は右側レッズサポーターが揺れる番。さあ長谷部音が集音マイクを通じて飛び込んでまいりましたが、しかし盗塁思い切っていきましたけどね、今これは運がありましたね。今年の何といっても J リーグ山崎ナビスコカップのニューヒーロー賞男、長谷部誠です。ただ今緩いボールだったら強引に取られたでしょうね、読まれてましたからね、思い切り行ったから良かったと、はい、しかしなかなかあそこで狙って切れないから、切れないですね、怖いですけどね、いやー持ってきましたよ本当に。さあ3番手の登場です、今野です。キーパー山岸、下がったが決めた、1本ずつですねポスト、うん、時間が経てば側も、そして何より戦う側も本当に心臓に良くない攻防です。一つのミスが勝者と敗者をくっきりと分けます。さあ今度は田中達也だ、クロスバーに阻まれました、3番手田中達也が失敗、
を振っていったと思うんですけどもね、少しボールが浮いてしまいましたね。しかしその引き上げる田中達也にすかさずベテラン岡野が飛び出していって慰め、声をかけに行ったのが大変印象的です。さあ4番手の攻防です、うん、こういう時ってのは嫌なもんなんですよ。次蹴る人も嫌ですからね、外した後蹴るのっていうのは結構嫌なもんなんですよね。 FC 東京4番手は梶山、柳が初めて逆サイド飛んだんですよ、かけたんですよね。してやっぱりこういうのってのピケットの連鎖反応っていうんですかね、やっぱ続いてしまうんですよね。やっぱり一回切れないとああいうことって起きちゃうのね。浦和レッズは同い年のキーパー都筑との激しい正キーパー争いがあります。そんな中シーズン途中から都筑の怪我という状況もあって正キーパーの座を手にしてきた山岸、今年はその山岸が去年は控えだ、しかし今年は決勝、山岸が正キーパーです。よく止めました。さあレッズ4番手はキャプテン山田信久、止めた、正面蹴ったんですよね。タイミングが合ってしまいましたね、うん、残りますから ね、 ね。そこは日本代表の意地、土井陽一、土井が少し見えたんですね。土井の動きと自分の考えが一致してしまって、でもここまで、ね、本当に土井のプレーを褒めるんでしょうね。さあ5番手の攻防に入ります。アジアクラ日本代表が蹴ります。5番手ほど止めているキーパー山岸、入れたFC 東京初タイトル。FC 東京優勝。